Thank you.
月から8回のステージでずっとアスナル金山で出させていただいたんですけれども、今日が最終回を迎えることになりました。どうか最終回も本当に本当に全力で皆さんに一曲一曲大事に歌を込めてお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次の曲聴いてください。甘く切ない恋の曲です。ワーミング。
甘く切ない恋の曲をお届けいたしました。本当にあのね、仕事帰りの方やお仕事お休みの方でもこうして集まっていただきありがとうございます。歩きながらでも聞いてくださったり立ち止まって見てくださる方も本当にありがとうございます。私はあの名古屋を拠点に活動しております。普段こうして言葉で喋るだけじゃなかなか相手に伝わるものって難しいっていう時あると思います。でもこうして歌を歌って、そしてメロディーを作って、そのメロディーに自分の思いを込めて歌を届ければ、何か少しでも聴いてくださる皆さんに届くものがあるんじゃないかなと思って、私は歌の活動をしております。どうか今日もあの、ね、皆さんに少しでも響くものがあったらいいなと思って歌わせていただいております。私がこうして音楽活動をできているのは、こうして聴いてくださる皆さんのおかげです。こうやって本当に初めましての方も、いつも応援してくださって来てくださる方も、こうして出会えたことに本当に感謝いたします。次の曲はそんな感謝の気持ちを込めて作った曲を聴いてください。 You。そっと目を閉じて、その先に見える世界、真っ白で優しい君の姿だった。素敵な夢を与えてくれたんだ。明日の光へ
聞いていただきありがとうございます。本日はアズナルチャレンジアップステージ最終回を迎えました。一緒にね、6月から私だけじゃなくてシンガーソングライターのももかちゃんと一緒に目標を立てて、共に8回とも一緒にステージに立って頑張ってきました。今日は最終回ということで、せっかくなので何かね、いつもと違うことをしたいなと思って、今日はももかちゃんと一曲コラボをしたいと思います。それではももかちゃん来てください。ももかちゃんです。ありがとうございます。はい、ももかちゃんと、いろいろなんか相談して、私の曲の中でこれを歌いたいと言ってくださって、一緒にももかちゃんコラボして歌ってくれます。それでは聴いてください。シャボン玉。あの日僕が言ってたら
が終わった後にも6時40分からステージいたしますので、よろしければぜひぜひすごい素敵な歌声なので聴いてください。ありがとうございます。コラボさせていただきました。そしてシャボン玉も飛ばせていただきました。皆さんの方に届きましたでしょうか？めっちゃ届いた。めっちゃ届いた。ありがとうございます。はい、クーラーと自然の風のおかげで皆さんの方にも届いたようで良かったです。ありがとうございます。それではですね、私が最近CD 発売いたしました曲がございまして、すごいポップな元気な曲を今から歌わせていただきたいと思います。この曲ですね、よろしければ今日聴いてくださっている皆さんのご協力が必要になってくる、そんな曲です。もしよろしければ手をね、挙げれる方いらっしゃいましたら一緒に振り付けがある、そんな曲になっております。全然手拍子とかでも大丈夫なので、よかったら一緒に楽しんでいってください。それでは聴いてください。 My Sweet Honey。 今日はアスナル金山来ていただきましてありがとうございます。それではこの曲サビでこんな振り付けがあります。
聞いていただきありがとうございます。改めまして、名古屋を中心に全国で活動を広げておりますシンガーソングライターのウーパーリサと申します。
今日はアスナルチャレンジアップステージというものに挑戦して歌わせていただいております。今日がなんと最終回となっておりまして、このステージはですね、目標を立てて、CD を終わった後にあちらのテーブルの物販のところで CD を私6種類販売してるんですけれども、それを本当にどれか1枚とかでも多く皆さんにライブいいなって思ってもらってお届けするのを目標にして頑張ってきております。どうかよかったらね、あと今から歌うそんなオリジナル曲もあるんですけれども、アスナル金山のチャレンジアップステージ限定で今日が最後になります。今日までの限定で CD を6枚目の曲オレンジという曲を販売しております。この曲はですね、私が今年になってから友達の結婚式で歌わせていただいた、そんな人のすごい大切な出会いの曲になっております。よろしければ今日これまでに歌った曲もですね CD に収録されておりますので、ぜひよろしければ CD 受け取っていただけると嬉しいですので、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にアスナル金山のステージに6月から立たせていただいて、本当に本当にたくさんの方とこうして出会うことができて、すごくすごく幸せな時間でした。まだですね、ウーパーリサはこれからも活動いろいろなところでライブしておりますので、もしよろしければホームページとかツイッターとか見ていただくと、今後このねライブ予定がありますので、よかったらぜひ来てほしいですので、そちらの方もつながっていただけたらなと思っております。それでは次の曲で最後になりますが、ありがとうございます。あっという間ですね、本当に聴いていただきありがとうございます。最後の曲は今紹介させていただいたオレンジという人と人との出会いによって自分が明るい、そんな未来人生に変わっていく、そんな曲をお届けさせていただきます。本当に聴いていただきありがとうございました。ありがとう。それでは最後の曲聴いてください。オレンジ。この瞬間を味わうために生まれてきたのかもしれない。Thank you.
飛んで大人